これもだいぶ前の話ですけども、私のまあ一駅二駅ぐらい遠くにありますけども、その駅にですね、私の家から二駅ぐらい遠くの駅に、服屋があったわけ。服、まあ、カジュアルな服を売るような店がありましたね。でそこによく私買い物行ってたんですよね。まあ、家の周りに適当なね、そういう服屋がないんで、まあちょっと遠いけども、そこ行った時は寄って、でなんかね、まあシャツとか、まあ、ズボンとかちょこちょこ買ってたわけ。うん、で品揃えもまあまあいいですし、まあ、必要なものはカジュアルの服はそこで揃うと。うん、まあでもまあそこと、もう一軒ぐらいかな、服屋をね、私がよく行ってた服屋は、ただね、私がそこ行ってた2軒、2つ駅のね、向こうの服屋はですね、ちょっと気になるところがありまして、こうシャツとかを持って選んでレジに持っていくと、そしたらレジの人がこのシャツにかかったハンガーをね、取ってくれて、プラスチックのハンガーを取ってくれて、それで折りたたんで、まあ袋に入れてくれたりして、会計してくれるわけ。うん、でその時に初めにハンガーを取るわけですよね。店のハンガーだから。でその取ったハンガーをどうするかっていうと、足元、その店員さんの足元の箱のようなものの中にそれを入れるわけですね。回収ボックスみたいなのがあってね。もちろんカウンターの向こう側なんで、私が立ってるところからその箱自体は見えない。ただしハンガーを取って店員さんが下の箱に入れるのは動作でわかるわけ。まあハンガーは途中でカウンターの下に消えるわけですけども、それがですね、店員さんにもよると思うんだけど、店員さんがですね、ハンガーを取ったら思いっきり下に投げるわけ、ガチャンって。そしたらその回収ボックスの中に入ってる他のハンガー、無数のハンガーのとこにその取ったハンガーが投げ込まれる。うん、でそれを見てですね、私はね、ちょっと違和感を覚えましたよね。もちろん商品とかを丁寧に扱ってくれて、シャツとかね、で丁寧に袋の中に入れてくれるっていうのはまあできてるんだけども、取ったハンガーをですね、思いっきり、足元に投げるわけ。うん、でまあ要するにですね、カウンターはあっても私の足元にハンガーを思いっきり叩きつけるみたいな、そういう、動作になってるわけですね。最初見た時びっくりしちゃって。うん、でまあ店のハンガーだから壊れても雑に扱ってもそれは店側のねことなんで、まあそれはいいと。ただね、まあ見た目があんま良くないだろうし、それ誰も言わないっていうのも変だろうし、効率から考えたら下にね落としておくのが一番いいんだろうけども、まるでねストレス解消のように思いっきり取ったハンガーをお客さん目の前でね、カウンターの中とはいえ投げ込むわけですね。まあ、それが一連のね、動作になってて、全くその店員さんはそれについて何も思っていない、当然のことのように。私もそこで注意するのもね、ちょっと変だから、まあほっときましたけども、うん、非常にまあね、気になるような、まあ形でしたよね。それがね、毎回なわけですよ。私が行くたんびにハンガーを取って足元の回収ボックスに思いっきり投げ込んでいると、投げ込んでいるらしいと。うん、まあ特に商品が傷むとかそういうことはないんで、全くね私の方には実害はありませんでしたけども、そのお店はね、商品のなんかこう品揃えも良くて、で交通の便もまあまあ良くて、私もね何度ももう 2,30 回行きましたね。2,30 回行ったようなお店ですから、悪いお店じゃないと思うんだけども、いつの間にか
潰れてましたね。